こんにちは、エイデンです。2023年も残すところ、あと6日となりました。本日は12月の26日です。今年も1年間、動画を見てくださった皆様、ミーティングなどでお世話になった皆様、本当にありがとうございました。ちなみに、 えー、本当にこの年末に来てねえっと昨日おとといあたりだと思うんですけどおかげさまでチャンネル登録者数が7,000人になりまして本当にありがとうございました正直ですね全然増えないんですよねまあそりゃねこんなおじさんがようけのわからん車に乗って喋ってるような動画ですからこれといってその見てすごい笑えるとか 感動するとかなんかお得な情報があるとかねそういう一般的に動画に求めるものっていうのが特段ないんですよね僕の動画って7,000人やっと7,000人かみたいな減ってもおかしくないようなねペースだったんであまだ増えてたんだありがたいなっていうね気持ちは。 ありますけども、昔から登録してくださっている方もねいらっしゃると思いますし最近登録してくださった方もいらっしゃると思いますしこんなしょうもない動画を、まあ、たまに見てくださって本当にありがとうございます。まあ今日はですね基本的にはこういったちょっとお話がメインとなりますけども一応まあ話だけじゃ面白くない僕の話が面白いわけないんで霧ヶ峰か霧ヶ峰にね行こうかなと思ってまして。 今年最後のヴィーナスラインにね、行っておこうかなと。で、まあ、ちょっとお話をして、締めという流れで、えー、やっていければいいかなと思っております。えっ、ー、と、諏訪湖のサービスエリアなんですけどね、ここはですね、上り線にスターバックスがあるので、ちょっとそちらへ行って飲み物を買ってこようかなと思います。あら。 ちょうど今、そこの BMW がどいてくれたんで、車を映そうと思った瞬間に入られてしまうというですね、なんとも、わー、間が悪いというか、これなんだよね。僕自身にはね、あんまりその、面白いネタとか企画を考える力はないし、トーク力も特にないんですけど、なんかね、間が悪いところがね、たまたま動画に映るっていう、妙ななんか、あの、あるんですよ。 なんか能力がいや車もうここでいいやうんちょっとスタバ行ってきます入ってきましたー今日はカプチーノにしました今年なぜか後半カプチーノにはまってたんでよっしゃじゃあ行きましょうとりあえず霧ヶ峰周辺まで行きます 今、霧ヶ峰に向かっている途中なんですけども通りかかってふと思い出したんですけどこちらがですね、えっと、私の、えー、鹿衝突事故現場ででございますすここだったんですよあの,あの時は上から来たんでこっちですねこっちからバーッて来てどっかこの辺りで。 もうちょっと下か、今あそこにロードスター止めてるちょい下あたりで左から鹿が出てきてミラが吹き飛んだっていうねあのことがありましてまあ n c の時なんでねこの車じゃないですけどだから今年じゃないよね去年かな去年のおととしか去年かどっちかもう思い出せないんですけどこの多分。 ほんとこの前中の前か後ろだから本当この辺でこの辺でバーンみたいなでこの辺りにミラーの破片とかがいっぱい飛び散っててあの後日拾いに来た記憶がねあるんですよ。<laughs> はい、ということで皆さん鹿には十分お気をつけくださいじゃあ霧ヶ峰、ね、いきます。 大事なことを忘れていた。今日めちゃくちゃ天気いいから屋根開けないとね、今願、ね、い気温が3度です。寒いかもしれないけど、開けたいと思います。で、これね、僕結構ね、シートポジションが、あの、割とね、ピチピチパツパツって言うんですかなんて言うんですあの、割と前の方にこう、寄せてるんで、足が短いから。このシートの裏側と、シートバックバーベゼルの、 間に握りこぶしが。1個半ぐらい入るぐらい離れてるから、フォローを後ろにこうガチャってロックするときに遠くて大変なんですよ。あここもなんか傷ついちゃったな。うん、まあ遠くて大変なんでよいしょ。なんかもういつも掛け声かけながらやってるんですけど、せーのアリーナベル。今日はめちゃくちゃ気持ちいいっすね。 あー最高これ日焼けするパターンだなこれでもなんか夏じゃないしあんま帽子かぶりたくないよねって思うんですけどまあ、髪の毛もあの帽子かぶると結構ペタンってなっちゃうしできればかぶりたくないけど日焼けもしたくないあちょっとだけ雪があるね日陰だね日陰に雪がある やっぱこここの辺風がやっぱさそうそうそう思い出した今日ねそうなんです一個ねついでに検証しようと思って持ってきたんだちょっと待ってねえっ、ー、とですね今あの僕ウィンドブロッカーマジックカーペットデザインさんねマジカペさんの,あのノースポイルっていうやつつけてるんですよ アンブロッカーーノスポイルでアンブロッカーとは何ぞやって話なんですけど普通ウィンドブロッカーだから風を防ぐやつっていう意味なんだけどアンブロッカーだからブロックしないみたいな要は風を遮らないっていうやつなんですよねだから寒いの風が入ってきて こういう形状をしててですね、うん、普通のよりね全然この背丈が短いしこうやって穴が開いてるので寒いんですよねですのでちょっと冬向きではないかなという部分がありましてただ自然の風をやっぱり楽しむというか風を感じるためのものまああとはデザインがかっこいいから っていうアイテムなんですけど、やっぱりこう冬になりますと背に腹は変えられないっていうことで、本日はですね、こちらのオープンカフェガレージさんのウィンドブロッカーを持ってまいりました。これに取り替えてみて、どのぐらい風防いでくれるのかを確かめてみようかなと思います。ちなみにカラーオブライフミーティング、11月だったっけあの時に僕あのこの抽選会で ウィンドブロッカーのガラス色が当たったんですよ。で、やったーって思ったんですけど、僕はあの、ガラス色持ってると思ってたから、辞退したんですよ。同じの2個あってもしょうがないじゃないですか。僕は同じの持ってるから、辞退しますって言って、辞退したんですけど、久々に今日出してみたら、ガラス色じゃなくて、なんだろう、スモーク薄スモーク色だったので、あ、しまった。ガラス色じゃなかった。 ちょっと今日気づいてああもらっとけばよかったなってちょっと思いましたまあその予断はさておき一応、えー、設置してアリー・デ・ベルチうんオッケー取り付けが完了しましたのでこれで走っていこうと思いますえっ、ー、とオープンカフェ・ガレージさんのウィンドブロッカーにつきましては えこれは純正品に置き換えての使用ということでまあ純正品相当のちゃんと巻き込み風をえ遮ってくれるっていう効果がねあるはずなのでまあ見た目をねえアクリルに変えることによってかっこよくなるよっていうのがまあ趣旨というかそういうパーツだと思うので。 これはですね、きちんと風を遮ってくれるはずなんですよおお全然違うなんだこれは全然違う全然違ういやー流体力学ってすごいな <B> あそしてちょっと富士山が見えるのでちょっと寄り道していこう全然目的地に着かないよ寄り道だらけでえっ、ー、と富士山です 見えますかちょっとちっちゃいかもしんないけど、ズームイン、富士山にズームイン見えますでしょうか今日はよく見えますね。で、この左の方は八ヶ岳で、えー、あそこにちょっとこんもりとある、あれが立科山です、はい。もうちょっとで霧ヶ峰に着くところです。で、えー、久しぶりに取り付けた ウィンドブロッカーオープンカフェガレージさんの薄スモークっていうのかなライトスモークっていうのかなちょっと名前が分かんないんですけどスモークのちょっと薄いやつです一見クリアただのアクリルのクリアに見える感じのやつ久々につけましたしばらく押し入れに大事に大事にねしまってあってやっぱり冬はちょっとアンブロッカーはまあ寒すぎるのかな で今ちょっとね走ってみたところめちゃくちゃ実感しましたまさかこんなに差があるとはそこまで差があるとはね正直思ってなかったんで霧に到着しましまたこっちから来るのちょっと珍しいというかあんまりないんでね帰りはよく通るんですけど来る時こっちから来るのってあんまないんで。 なんか割と新鮮な感じがしますねそこにライブカメラがあるんでどっかその辺にあるんで多分映ってると思うんですよ今手振っとこうおいカメラどれだろうえっと車ゼロ台誰もいない K、P、C ということで霧ヶ峰に到着いたしました富士山はこあ富士山はこっちかなここら辺に ちょっと映ってないかも。この辺ですよ。富士山もありますも。もうちょっと富士山見えるとこ行こう。せっかくだから。こんな感じにしよう。これどうかなこれ富士山見えますか多分見えてるはず。ちょうど看板と看板の間ぐらいやね。この辺この辺に見えてるか。まあいいや。まあ今年はですね、4月からちょっと仕事が変わったんで、 えー、だいぶ身の回りの環境が変わってしまったということもあって毎週月曜日には一応動画上げてたんですけどそれがなかなか難しくなってしまいまして後半に来れば来るほど難しくなってしまいましてまあなんとか週に1回ぐらいは上げられてるとは思うんですけどちょっとね公開日が曜日がかなりずれたりまちまちになったりしてしまっていました。まあ、それれれでも途切れるここととなくずっと続けてこられたのは まあ良かったのかなとです、ね、あの思うんですけどもやっぱり無理して続けるっていうのは結構ねあの大変だしきっと僕の性格上ですねあの途切れてしまうと思うのでやっぱり無理なく自分のペースで続けていくっていうことをやっぱり一番大切にしていきたいと思うのでもしかするとしばらくは。 公開の曜日がですね。あの前後する可能性があります。メインコンテンツがなくて、ロードスター fm だけでお茶を濁すこともあるかなと思いますけども、のんびりとやっていきたいと思います。まあ、このロードスターっていう車自体がですね。あのー、なんだろう。そんなにこう時間をね。きち,きちっと合わせていくとか。あのー？ ここまでやんなきゃいけないとかそういう世界とは一線を隠したといいますかそういう車じゃないと僕は思ってるので楽しめる気持ちを維持することの方が大事だと思うので僕の動画も、まあ、そういう感じで僕自身が楽しんで撮影できるペースを維持していけるっていうことが大事だと思ってるので。 ぼぼちぼちマイペースでやらせていいただければなと思います今年は本当にそういうわけでちょっとね本当に前後して <laughs>、えー、不安定な感じだったんですけどまあそれでもねなんかなんとか続けれるもんなんだなっていうのは、えー、分かりましたんで、まあ、これからもぼちぼちマイペースでやっていきたいと思ってます。 出かける日曜日がですね、平日が多くなってしまって、なかなか皆さんとお会いする機会がですね、本当にミーティングでお会いするぐらいしかですね、なくなってしまって、前はよく土日にね、ヴィーナスラインに来れば結構いろんな人と会えたっていうのはあったんですけど、本当今年は目新しい出会いっていうのは本当に少なかったし、それどころかあの、いつも割とこう、お付き合いしていた地元の方とかもですね、ほとんど会って、 なないような気がす,るんですけどまあでも僕は生きてますんであいつ最近見ねえなって思ってる方いるかもしれないですけど僕生きてますんであの平日に来てるだけで生きてますんでまたどこかでお会いした時はほんとに今年もミーティングに何回か参加したしえー、1年間 マツダとロードスターとマジックカーペットデザインをあとオープンカフェガレージをですね押してきた、まあ、そんな一年だったかなと思いますチューブミーティングではですねあのマジカペさんのお店で、まあ、全然役に立ってなかったんですけど一応アルバイトをやらせていただいてですねアルバイトというかボランティアというかあれですけど、まあ、お店の店番をほんのちょっとだけやらせてもらったりして まあ本当マジカペ推ししのの僕ととてはですすね最高のあの体験だったなと思いますマジカペさん九州の方なんですけどしょっちゅう本州に来てくれるのでおかげで年に2回くらいはお会いする機会があるので僕も九州の方にね行ければいいなって思うんですけどなかなかね厳しくて今年になったらさらに厳しくてね今年ジャンボリーも。 行けなかったんでマジカペさんが来てくれないと全然会えないんですけどまあまた来年もできれば九州行きたいなぁと思ってますしまあマジカペさんが来てくれるのを期待してまた楽しみにしたいとして待ちたいと思ってます。そんなマジカペ推しの僕なんですけども1、えー、個マジカペさんからお預かりしている試供品をですねちょっとご紹介して。えー いいきたいと思います、まあ、こんな感じのああ危ない段ボールに入ってるんですけどこれ見てくださいよこれがもうねマジカペさんっていう人のクオリティというか人間性を表しているんですよもうこの梱包だけでこういう感じでねまあ段ボールをカットしてちゃんとこうやって。 スタンプを押してメッセージを書いてここね切り取り線が書いてくれてあったりとかマジカペさんのスタンプもね押したりとかマスキングテープもなんかこの昔小学校で使っていた竹の物差しのあの感じのマスキングテープを貼ったりとか中もすごいですよ開けますねバカこうですよちゃんとこの中身に合わせて ここが段ボールが二重になってましてよいしょこうなって裏にもロドスタマンがいてちゃんとこれここにこうやって収まるようになってるほらこれがマジカペさんなんですよ爪の赤を煎じて飲まさせていただきたい優しさと丁寧さとアイディアが全部がここに凝縮している これが僕がマジカペさんをめちゃくちゃ推してる理由ですよ。エイデン氏、今年も大変お世話になりました。ありがとうございます。関連、関連仕様が完成しました。マジカペって書いてくれてますけど、いやーもう申し訳ありません、マジカペさん。もうこの、マジカペさんのこのウィンドブロッカー、アンブロッカーのこのアクリルバージョンなんですけど、僕が使ってるとね、なぜか割れちゃうんですよね、このネジのところが。割れちゃってて。 あの、そんなにギュギュに締めてるわけでもないんですけど、なぜか割れてしまうんで、これもうね、あ、ちょっと見づらい。こっちの方がいいかな。3枚目なんですよね、これ。あの、毎回毎回割れたやつをあのお返しして、で、代替品を送っていただいて、まあ一応モニターという形で使わせていただいてるので、これまだあの、販売はまだあんまりしてないですよね、確か。なので、 まあちょっとそう,いう割れたとかそういうことがあるんであんまりこうどんどん売るっていうわけにはちょっといかないのかもしれないんですけどまたこれもですねあの取り付けてちょっと使わせていただいて、まあ、割れたとかどうとかそういった報告をですねさせていただきたいと思ってますんで、まあ、やっぱり耐久性っていうのも商品としては必要になってくる話なんで、まあ、そこら辺の、まあ、不具合の洗い出しに協力できればいいなと思っておりましてまあ、ちょっと こういう商品も今開発中ですよっていうお知らせも含めましてあのご紹介をさせていただきましたまあそんなわけで今年ももう間もなく終わろうとしております僕はなんとか今年も一年、まあ、無事に乗り越えることができそうだなという感じがしています視聴者の皆様今年はどんな一年だったでしょうかいい年だったなって 思う人もいれば今年は辛かったなってあの思う方もいらっしゃると思いますみんながみんなやっぱりいい一年だったって言って終われるのは最高だと思うんですけどやっぱり人生そうはいかない辛いこともある苦しいこともある大変なこともあるそれでもなんとかまあ一日一日乗り越えていくしかないんですけども まあどうしても苦しくて耐えられないって思った時はまあロードスター乗ってる方はねこれに乗って屋根を開けて走ればもう全部忘れられるって知ってると思うんですけどロードスター乗ったことない人にはですねぜひマツダのショールームに行って試乗車借りて乗ってみなよって勧めてあげてください嫌なことが消えてなくなってしまうわけじゃないですけどまあ3分の1ぐらいは軽減できるかなって思うんで まあ人生いろいろありますい,いこと悪いこといろいろありますけどやっぱり自然に身を委ねるのもいいんだけど積極的に自分にとってそのいいことっていうのを取り入れていくのは大事だと思うのでいいことを取り入れれば取り入れただけ自分の人生がだんだんとプラスの方にいくわけじゃないですか。そののためにここローードスターこれ絶対必要ななアイテムなんで 知らない人にはぜひ市場を進めてあげてください。まあロードスターのユーザーがもっと増えるといいなと思います。ミーティングの競争率が激しくなってしまって、あーくそーなんか昔はもっと余裕で入れたのにって思うこともまあなくはないんですけど、まあまあ、それはまあそれでいいじゃんっていう、まあ全然軽井沢ミーティングもここ何年か僕行けてないですけど、まあそれはそれで、まあいっか、みたいな。 まあそれよりやっぱ仲間の輪が広がった方がいいと思うしロードスターで人生救われたわって思う人が増えてくれればその方がいいと思うのでぜひロードスターを広めていきましょう皆さんと一緒にまあ人生万事採用が馬でございますよいい時も悪い時も常に平常心でまあ難しいですけどね常に平常心ってのは難しいですけど 極力平常心で落ち込みすぎないように嬉しい時もあんまりこうテンション上がりすぎないように常に平常心で来年も1年無事に過ごせるよう僕もですけど皆様も、えー、来年が1年がいい年になりますように祈念して今年の最後の動画とさせていただきます皆様2023年1年間本当にありがとうございました良いお年をお迎えください また新年の動画でお会いいたしましょう。エイデンクロネコでした。さよなら。